好きさんでも痩せられる1枚で栄養たっぷりボリューミーな朝のヘルシートーストをご紹介します。皆さんこんにちは、安藤恵里奈です。今日はパン好きさんでも痩せられる1枚で栄養たっぷりボリューミーな朝のヘルシートーストをご紹介します。よく私のダイエット Vlog とかを見てくださってる方で、朝ごはんのパンを真似しましたみたいなお声もよくいただくんですけども、飽きが来ないように3つ、考案したのでぜひご覧ください。アボカドエッグトーストから作っていきます。まずアボカドを4分の1ぐらい、アボカドはちょっと糖質脂質は高いんだけど森のバターって言われてるぐらい栄養価が高いんだよ。塩コショウしていきます。で、朝はみんな忙しいと思うのでレモン果汁を使っていきます。ちょろっと、あ、入れすぎた、大丈夫で、少しだけお醤油を入れます。アボカドと醤油ってね、すごく合うもんね。こんな風にアボカドが潰れたらこのままパンにのせていきます。今日はね、ハーフハーフにしていくよ。ではしめじを少し細かく切っていきます。で、キノコをかさ増しでちょっとこういうふうに多めに入れていきます。やっぱヘルシーメニューでありね、ボリューム命だからね、これでかさを増していかないと。ちょっと牛乳入れます。塩コショウ、で火にかけていきます。キノコオムレツを作っていきます。ではこれでトーストしていきます。次にカレーツナチーズトーストを作っていきます。私はオイル入りを使ってちょっと油を少し切るんですけども、気になる方はノンオイルでも大丈夫です。じゃあツナ缶半分入れていきます。でマヨネーズを小さじ1ぐらい、カレー粉を小さじ1入れていきます。で混ぜていきます。これカレー粉小さじ1でしっかり風味がつくし、マヨネーズもね少量でしっかり食べ応えが出て美味しいです。次にレッドオニオンをスライスしていきます。普通のね玉ねぎでもいいんだけど、私はちょっと辛みがマイルドな赤玉ねぎを使っています。ではトーストに何も塗らないでこのままツナをのせていきます。私ほんとよくね、いろんなお料理にカレー粉使うんですけど、もうカレーのルーを全くね使わなくなったね。カレーライスする時もいつもたっぷり野菜にカレー粉を使っています。いろんなスパイス効果で脂肪燃焼とか血行促進とか本当にいろんな効果があります。さっき切った玉ねぎをのせていきます。でチーズものせていきます。チーズも今回は2枚、チーズとツナマヨが合うんだね、これが。はい、トーストしていきます。で次にしらすと青ネギのトーストを作っていきます。しらすってさ、洗わなくていいし焼かなくていいし、カルシウムが取れるから本当に素敵なタンパク質だよね。大体このパックだったら半分ぐらい入れていきます。よくめんどくさい時とかご飯の上にしらすかけて、あと TKG とかにしたり、かけるだけでタンパク質が取れるから、パスタとかご飯とか結構私しらすで摂取するようにしてます。
で今日はネギのパック使っちゃいます。朝からねちまちま切れないでしょ。だいたいしらすと同じかちょっと少なめにネギ入れていきます。ごま油小さじ1ぐらいかな。醤油はその半分ぐらい入れていきます。ちょっと和風のトーストって感じで、お塩少し入れます。それでよく混ぜます。はい、こんな感じ。ごま油のすっごいいい香りがする。ゆで卵を切っていきます。じゃあトーストの上にまずしらすネギを乗せていきます。ごま油で和えてるけれども、やっぱりね、あの脂質油をちょっと取った方がお通じ改善とか、あとやっぱりぐんと腹持ちも良くなるので、良質な油を適量取るのは本当に大事です。完全に油抜きをしちゃうと肌カサカサになったりだとか、あとね便秘になったりだとかしてしまうので、良質な油もしっかり取ります。そこにゆで卵をのせていきます。緑と黄色と赤ですごい彩り良くない？ピザ用のチーズでもいいし、こういういつも使ってるスライスチーズでも大丈夫です。でスライスチーズ適量のせたら、このままトーストしていきます。どれから食べます？じゃカレーからいこうか。はい、はい、はい、取ってください。安定の美味しさ。これ最近ずっとこれです、私。美味しい。カレー風味って裏切らないよね。玉ねぎがいいですね。どのトーストも野菜とタンパク質が取れるメニューになってるから、これにスムージー付け加えたらもう190点ぐらいだし、これだけで朝の栄養は摂取って感じです。もう食べちゃった。あとね、何が一番美味しかったか聞くね。アボカドと卵。はい。あ、アボカド美味しい。レモンの酸味がいいね。ちょっと冷えちゃったけど、そもそもこのパン美味しくない？パンが美味しい。パンが美味しい。ネタにならんやつ。これ全然して。美味しい。朝から贅沢、本当に朝から贅沢だしさ、これ絶対腹持ちもいいしね。早起きがとりあえず苦手で、朝が苦手だから朝食べなかったのね。そしてやっぱお昼めっちゃ食べちゃうんだよね。なんかこう一日を通して食欲がなんか狂うっていうか乱れるっていうか、なんか食べても物足りないなみたいな。で朝ごはんをしっかり食べ始めてから食欲が安定した。さ、つい朝眠いし、食でも抜いたらカロリーカットっていうふうに思いがちだけど、やっぱり朝食べる方がメリットがいっぱいあって。じゃあラストです。はい、しらすと。ありがとうございます。これもハマってる最近。おいしい。和風トースト、しらすってこんな美味しかったっけっていう。朝って極力さ、簡単に済ませたいじゃん。はい、無理じゃない？なんかいろいろ焼いて、煮て、炒めてみたいな。そうですよね。PFC バランスもうバッチリだと思う。じゃあ1位のせいで言おうか。1位を、はい、もうここでロックしてますから、ね、せーの、アボカド。ツナ、シラス、アボカド。打ち合わせしたみたいじゃない。ということで、今日の動画がいいなと思った方、でぜひ真似したレシピコメント欄に感想ください。ということで次の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。お疲れ様でした。美味しかった。美味しかったわ。